バジャプシャベラは、グルジアの小説家。本名は、ルカ・ラズイカシュビリ、グルジア語、ルカ・レシコシュビリー。彼の作品は、グルジア近代文学の古典として知られる。バジャプシャベラは、グルジア東部のチャーガリー村の教会の家族の中で生まれた。彼は、ポピュリストグルジア人近くであった。1882年にゴリのトランスコーカシアン教育進学校を卒業した後、1883年に聴講生としてサンクトペテルブルク大学の法学部に入ったが、財政的制約のため、1884年にグルジアに戻り、グルジア語の教師となった。彼はまた、グルジア解放の国民運動代表としても著名だった。村の司祭独学の息子、時間の学校の先生は、山の中で群れと狩猟を保つ、土を耕し、農民のシンプルな生活を送っていた。ハード冬の長い夜の間に、風の親私、彼は詩を作曲して、ニュースを書いた。彼は滅多に、単に編集者は、彼の思いから描いた原稿の中で、飛び石の場所に、ダウン乗っていません。長い歌その民族史学者や、民族学者、卓越した、スタイル、これはあまりにも、短い歌を書いたすべての偉大な詩人を超えている。詩人哲学者は、深く異教と、汎神論の概念で、少し不思議な世界では、同じドロップではないという気持ちを登って、人すべてが、話す感じ、苦しみ、生きるとりわけ唯一のクリーチャーで見る雨や水やりの、切片の土地と無限に復活。彼は永遠に、社会から排除者再開の元の罰を逃れることができない山、グルジアおもてなしと復讐の古代の観光を描いている。彼の最高の蘇生物では、叙事詩、バジャプシャベラ村は、個人と社会、国家の前に人間と自然、愛と義務の間の相互作用の問題点を露呈した。バジャプシャベラ村は1915年7月10日にトビリシで死亡した。彼は、ジョージアの解放の国民運動の代表だった。詩人バジャプシャベラ村山は、確かに用であるドナルド、サイエノやフィールド書かれた、質的に別のグルジア当局より、大きい振幅。ありがとうございます。